起きろ起きろ、おはよう。病院じゃない、それしか言わんなんだ。学校な、学校今日休みやわ。はい、いくつものチューブにつながった小さな女の子、沖琴音さん14歳です。身長102センチ、体重は15キロ、4歳の女の子と同じくらいの重さです。幼い頃、通常より4倍から5倍の速さで老化が進むといわれるコケイン症候群と診断されました。50万人に1人といわれる非常に珍しい遺伝性の難病です。母の香里さんは当初この病気について琴音さんに説明することをためらったといいます。塞がるように、最初から何もできないわけじゃないかったから、発達は遅くてね、ちょっと歩いたりもしてたんでね、それがちょっとできひんくなるっていう説明とかはちょっと本人には酷かなと思って、で、まあ、ちょっと理解も難しいからね。10歳の頃に自力で歩くことができなくなった琴音さん、補聴器がなければ音も聞こえにくくなりました。食べ物を飲み込む力も弱くなり、常に胸から入れたチューブで栄養を補給しています。ここ絶対触らんとってや、なお、ここで気をつけてや、これ一番触ったらあかんとこやで、触らないで、触らないで、それダメ。感染を防ぐために毎日欠かさずに消毒し、テープで固定していきます。かゆいからこの人も結構剥がすことが多いし、うん、かゆいかなと思う。入る時はこいつは体に溜まった廃液を出すチューブもつながったまま、年を重ねるにつれ体のさまざまな機能が失われていきます。これでもでかいね、だからとりあえずこれぐらいに、ま、丸めといて、これのままいったらこれをちぎって食べさす感じ。ちっちゃい、いただきます。できる、ちゃんと口で言って。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ちょっとこう、まあいいわ、手でも何でも好きなように食べな。まあやっぱね、自分でできることはやっぱね、させないと。できひんのにやらすのはちょっと酷やけど、まだね、使える機能があるんやったら使って、やらへんしね、それも使えなくなるからね。琴音さんが生まれたのは2009年のクリスマスイブ。生まれてすぐはごく普通の女の子でした。しかしミルクをうまく飲めなかったり、離乳食も進まなかったり、健康診断のたびに相談してきましたが、原因は分かりませんでした。3歳の時、精密検査を受けると筋力が弱まる難病、先天性ミオパチーと診断されました。しかしそれだけでは説明のつかない症状もあり、その後コケイン症候群でもあることが判明。この時すでに7歳でした。先生にとりあえずこのやっぱりこう
寿命が短い病気だから、目が見えてる時にいろんなものを見せてあげてください、耳が聞こえる間にいろんな音を聞かせてあげてください、でいろんな思い出を作ってあげてくださいって言われた時はさすがにジーンってきましたけど、けど結局ね、治る病気じゃないので、さあそこで何ができるかなみたいな、うん、固形症候群の平均寿命は15歳から20歳、根本的な治療法はなく、症状の改善は期待できないといいます。限られた時間の中で何ができるか模索する日々が始まりました。平日は支援学校に通い、放課後にはデイサービスを利用しています。今は自力で歩くことはできません。それでも体を動かすのが大好きです。小学生のお友達が来ると一気にテンションが上がりました。ここに手があるよ。いないいない、笑ってるわ、ゆずちゃん。ぼかしてあげる。いつもお母さんに優しくしてもらっている分、年下の子にとても優しい琴音さんです。してくれてるで。もう一つ琴音さんが通う場所があります。それは自宅近くでのリハビリです。あの関節の動きが動きにくくなったりするので、そういうところを動かすようなところから、まずは筋肉をゆっくりストレッチしてあげながら関節の動きを引き出していくっていうところなんですけど、ストレッチをしてもらって気持ちよさそうにしています。今度は遊びながら背筋を伸ばします。琴音さん、靴下履くよ。どうぞ、いいよ。うん、ありがとう。いいか、いてる、いいか、うん、そっちは履けんねんな。琴音さんがここに通い始めたのは2歳の頃、12年間寄り添ってくれてきた職員さんたちは親子の支えになっています。言葉のやり取りもできたし、歩くものできて、やりたいこととかもちゃんと自分で訴えてたんで、その分こう止められて体操するとかリハビリでストレッチするとかいうのはすごい怒ってましたとかずっとね、だから第二の家やと思ってます。ここ ありがとうございます。いつもだけ喋ったら長いんですよ。あ、そうね、そう、それはね、はい、やっぱでもね、お母さんもね、相談するところというかこう話するとこね、なかなかないですからね。ないんで ね、うん、リハビリを頑張っていてもお腹のチューブが詰まったり、胸から菌が入って感染症を起こしたり、トラブルが多く、これまで入退院を繰り返しているといいます。何度かちょっと
やばいかもって思う時はやっぱりあって、死ぬまではいかへんけど目は開いてるんだけど全然動かへんしみたいな、うん、一人娘なのでねおらんなったらどうなんだろうなみたいなね写真とかも選んでいかなあかんなとか思いながら、うん、って思います。どの写真がいいやろなとか思いながら。かおりさんは仕事の合間を縫って琴音さんと旅行に出かけたり、友達と会ったり、笑顔のあふれる毎日にしたいと、限られた時間、一瞬一瞬を大切に過ごしています。3年前には友人の協力である特別な体験をすることができました。それは諦めかけていた娘のウェディングドレス姿。チャペルを貸し切り、忘れられないひとときになりました。しかしこのあと琴音さんの体にさらなる異変が起き始めました。もうすごい目目って言ってたんですよ。今までそんなこと全然なかったのに、急にこう目が見えへん、なんか見えへんみたいな感じで言い出してきて、あ、目が来たかって思うようになって、それまで見えていた世界が消えていきました。5月中旬、この日は自宅近くに香里さんが友達と一緒に出張のいちご狩りを招きました。目が見えなくても味や香りで楽しめるのではないか、そう考えて香里さんが発案したものです。食べる。どう？おいしい？おいしい？泣いてる時間ってもったいないじゃないですか。泣いて病気が治るんやったらなんぼでも泣くけど治らんし、悲しむのはもう本当にもう大人が亡くなった後にいくらでも泣けるんで、あ、とりあえずはもう笑ってもうアホやって、そうそう、こう思い出を作るというかしかないなと思って。お、いいよいいよいいよ、ガブシロガブシロ、コケイン症候群と戦う琴音さんと寄り添い続ける香里さん。できないことが増えても親子の笑顔はずっと続きます。